こんにちは、ハチです。昨年の11月にモッチーとイグサの産地である熊本県八代市に研修に行ってまいりました。八代市は日本列島でいう九州熊本県のこの辺です。私は3回目の研修となるのですが、モッチーは初めての研修となります。こちらの奥に見えますのが我らがマウント富士です。いつも始発の飛行機に乗るのですが、毎回こちらのパンが出てきます。とっても美味しいです。お腹が空いていましたね、モッチーさん。ついでに私も。はい、福岡空港に着きました。熊本空港行きも静岡空港から出てるんですけど、ちょっと時間の都合上いつも福岡空港に行って、そこから新幹線に乗り換えています。ちょっとコロナ明けで声がガラガラする時もあるんですけど、ご了承ください。すいません、よろしくお願いします。10時過ぎぐらいに着いたので、早めのお昼を取っていきたいと思います。明太子は食べ放題、さすが福岡。お昼を食べた後は博多駅から新八代駅に新幹線で向かっていきます。海外の方からですね、乗り換えを聞かれたのですが、全く分からず調べた結果行き先が一緒だったので一緒に行きました。はい、熊本県八代市にやってまいりました。見てください、この広大な田んぼ畑。はい、こちらが我らが師匠のところのイグサの苗でございます。私たちはイグサの苗をそのまま田んぼに植え付けているのですが、師匠のところはポットに苗を入れてから水田に植え付けています。ポットの下から根が出てきて地面に張ってくるので、このようにしてウィンチで引っ張って根を切ることで、ポットと地面を切り離していきます。うまく切れないところはワイヤーで左右に引っ張りながら、このようにして切り離していきます。あと3枚ぐらいあ、取れた苗はトラックの荷台へ積み、こうして植えやすいように水をかけていきます。そしたらいよいよ植え付け開始です。本当に広い田んぼですね。焼津の何十倍ぐらいかはあります。前半はこちらで終了です。後半に続きます。